ごいわ、岩下京一。刻まさね。よいしょ。今九州で人気沸騰中のこの落とし込み釣り、イワシを中層でかけて大きな魚を狙っていく。これをするために大きな魚とのやり取り、強気でできる剛の部分、そして合理的な釣りなんですが、使うサビキはとても不利、結び目が多く針数もまた多い、針は小さい。このサビキを切れないように上手に操っていく銃の部分、剛と銃、この相対する性能の両立が求められます。僕が考える理想的なタックルっていうのは、竿はどこまでも曲がって追従し、リールは力が強く、ドラグはスムーズ、そしてスピードが速い。ここぞというところで安心してやり取りができる大型を仕留める自信が生まれてくると思います。今回新しくなったビーストマスター2000ですが、ギガマックスモーターを搭載しています。実用巻き上げ持久力は 9.5 キロ、最大巻き上げ速度は1分間に215メートル、そして最大ドラグは15キロ。コンパクトなボディに必要十分なパワーを備えています。そして強化ギアシステムが搭載されています。リールの初期性能が衰えにくくて、長くにわたってその性能をフルに発揮する嬉しいシステムです。自重は 690g、イワシをかけ落とし込むその手返し、とても軽く、メリットがあります。とにかくコンパクトで、小さくて取り回しがいい、でも力が強い。竿を持つというよりもリールをパーミングしながらバット部分は反対の手で押さえるだけで自由自在にロッドを操作できるので、使ってて気持ちがいいですよね。ラインキャパは5号が 300m、 限界灘での落とし込み釣りや電動ジギングに最適な巻き取り量です。レベルワインダーのガイドが大きくなりました。大型回遊魚狙いの時に太いリーダーを巻き込んでも引っかからないので、仕掛けを最後まで巻き取れます。落とし込み釣りなど餌釣りはもちろん、九州シフォンで盛んな電動ジギングにも対応しています。さらにこのカラー液晶、探検丸が手元で見られる探検丸スクリーンが搭載されています。イワシの動き、海底の形状を把握し予測しながら投入を繰り返す、この釣りにおいて探検丸の情報が手元で見えることはとても心強いです。やっぱり探検丸画像があると、仕掛けよりもで自分の勘よりも何よりも大事な情報が出てくるので、これはもうありがたいことですからね。これからの電動リール、探検丸の液晶画面リールで見れるということはすごい進化ですよね。ロッドはアルシエラ落とし込みシリーズに新しく追加された MHH235、 強さと繊細さを兼ね備えた落とし込み専用ロッドです。しなやかで粘り強い UD グラス素材と軽量で強度に優れたカーボン材料を組み合わせ、さらに進化を遂げたスパイラル X コアとハイパー X で締め上げた肉厚強靭なブランクスが特徴です。タフバットフェルールでジョイントを高強度化、ロッド全体の高強度化も実現しました。この MHH は MH の繊細穂先に H のバットパワーを秘めたモデルです。
穂先は MH より柔らかいくらい柔軟ですが、バットは強靭でパワー勝負 OK。 まさに5と10を兼ね備えたロッドと言えます。とにかくしっかり竿をホールドして引っ張っている時は耐える、竿をぶらさずひたすら耐える。どんな方がどんな力を持ったって同じようにその位置から変わらない。あとはリールに負担をかけ巻くだけですから、安心してやりとりができます。こういった調子は意外と僕の好きな調子です。ロッドの調子が結構しなやかなのと、リールがコンパクトで軽いことによって自分の好きな場所に竿先の位置を移動できることが今回良かったですね。とっさの作業が魚がかかって荷がかかり大暴れする最中でもできるという、こんなことをすごくやりやすいなと感じました。